OK、やっていきましょう、やっていきましょう。さあ、13回ですね。13回。久しぶりに今日はね、日中の収録にしていますね。まずはね、大根だろうな。大根まず出して。あ、こいつはじかえちゃうかな。あ、はじかえないんだ。あ、そうなんだ、これ。毒草だけこいつ、はじかえないのか。あ、やべ、大丈夫。あ、大根に毒草は効くんだね。なんかパワーアップとかするのかと思った。ちょっと大丈夫か、俺、大根。ちょっと殴ってくれ、頼む。いや、ちょっときついか、これ。大丈夫。あ、大丈夫だな。ちょっとでも、やられちゃってるからさ。ちなみに、この状態異常直す手段はないんですよね。あ、引っ込めないとね。自然治癒は確かしなかった気がするから。ガチるか。大丈夫か。あ、大丈夫だな。強いわ。毒素をもらってても強いわ。それでいてなお強い。オッケー、ナイス、ナイス、ナイスアシスト。倒せ。黒丸、おー、強い。やっぱ強い大根。大根パラダイスだ、これ。来てるな。あ、なんだ、ハヤブサ天狗か。あ、でも結構、うん ?72 まで減ってるな。やっぱダメージは結構もらえますね。確か守り回路とかをつけると、打たれ強くなる防御力が上がった気がするんだよな、確か。成仏回路とか誰かつけるか。まあ、後で外せるから、つけとこう、とりあえず。成仏回路つけとくと、パコレプキンとかね、あの辺のやつにも結構特攻入るから、強いと思うんだよね。よしけ。あ、弾かれた。あれ?あ、そっか、さっきやっぱこれ偽物だったからだ。偽物だったから弾かれなかったんだ。やべやべ、これはまずい。これはまずいぞ。まあ、ちょっと待ってくれ。ちょっとまずいぞ。ウホ出すか。ウホホじゃ、ウホか。おー、いて、あ、食らうね。食らう食らう。おとぎさん飲もう。おとなしく。あ、それはあんまいらないんだよな。ナイスナイス、それいい。ちょっとあの箱回収したいな。これ死なないかな?大丈夫か?殴られて殺されると、それが一番やばいんだけどさ。大丈夫かな?他の箱はちょっと出せないから、弱いから。ちょっと死ぬ可能性があるから一回引こうか。一回引くか。いやでも、引いたとしても、いや、悲しまり、これでいい。これでいい。やめろ、そのバカ!やめろ!やめろよ、バカ!何をやってんだよ。殴れ、普通に。何やってんだ、こいつ。ちょっと何やってんだよ。よし、そう、それでいい。ガチで。多分倒せるでしょ。あ、オッケー、よしよし、ナイスです。よし。ちょっとね、やっぱ、大根一体だと、ちょっとまずいな。死にそうになっちゃうから。ちょっと、サブのエレキ箱も用意というか、育てていった方がいいね、これね。大丈夫か、これ。あ、バカ、大根、行くな!どこ行くんだ、あいつ。ちょっと一人行くな。やばい。一人行ったらやばいって。ほら、危ないじゃん、やっぱほら。結構浮かすんだよね。割とね、すぐ死んじゃうから、どんだけ強いエレキ箱だよ。だから、マジで人に歩きさせるのはマジ危険です。やめた方がいい。どんなに強いやつでも、ダメージ歩いても回復しないからさ、体力。待って、こいつ、酔っ払うか。いや、ここは、右に見習いとかちょっと育てられないな、もうこれ。いいや。置いていこう。捨ておこう。本当はね、育てた方がいいんだけど、育てる余裕がないわ、今は。今はない、とりあえず。大根じゃない、ちょっと、ウッホーをさ、育てていくか。あ、ちょっとまずいの来たな。あー、やめろよ。これ多分倒せるだろ。ウッホーに倒してもらおう。オッケー、よし。タイガーをさ、あ、鬼面武者か。いや、鬼面武者って結構、確かこれで装備したときに、死んでも、違ったっけ?こいつをアスカで装着した時に死んだ場合は復活できた気がするんだよな。違ったかな?なんかそういう仕様だった気がするんだよな。待ってね。まあいいや、こっちの箱、ちょっと置いていくか。まああれはあえて起こす必要ないでしょう。おう、いて。待ってね。まあ、なるべくウッホに倒させたいんだけど、なかなかそうも言ってる余裕がないからさ。まあ、やっぱこの、あれではあそこで、都道狩りをできたせいでとかしか。いや、嫌なの来たな。これはちょっとあれだな。装着するか。待って待って。これは、呪いを食らうとちょっと、まあ、お祓いの巻物一応持ってるけど、呪いはなるべく食らいたくないからね。
アイテムが使えなくなっちゃうからさ。おーっと、めんどくさいやつが来たな。もう大根でいいでしょ。やれ。違う、どうだ、どっち動きいいんだこれ。オッケー、ナイス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 。これはウッホにやらせるか。なるべくこう分散してというか、ちょっとこれ何なんだよ、こいつ。よーし、ナイスだ。誰だ、あれは。何が来てる？あ、ハコネプか。オッケーオッケー。ウッホでいいかな。さすがに勝てるだろ。あー、結構食らうな、やっぱ。あー、結構食らう。これ危ねえ。やっぱ強い。ハコネプやっぱね、強い。ハコネプは強い、やっぱり。回復してから行こう。箱の体力を、まあいい、いいです、いいです。あー、なるほど。大根、あ、目つぶし食らっちゃったか。ウッホ。大根ウッホで、よし。大根ウッホで5。よしよし、ナイス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 。あ、デブータだ。デブータ強いんだよな。デブータ、遠くからね、石投げてくるからさ、これ、投石してくんだよ。で、その投石の火力が結構高くて、確か、このデブータの攻撃と同じ攻撃の石が飛んできた気がする。だから結構強いんだよね。大根。これ確か幸せを落とすやつだよな。ちょっとまずまず、ビリビリされる、ビリビリされる。よしよしよし、ナイスナイス。大根が、大根が大根を倒していくっていうシュールな光景が。あぶね、落石だ。まあ、危ねさ、そこまで危なくないけどさ。まあ、木の矢も稼げるかもしらんけど、てか、トドの、うえ！ちょっと待って。ね、俺は、まあ、満腹度減らされちゃうけど、まあ、しょうがねえだろ、そこは。おにぎり合うでしょ。まあ、いざとなったら身代わりもあるからさ。鬼面武者ってこれどうだったかな？死んだ時に復活できたような気がするんだけど、別のシリーズだったかもしれない。ちょっとね、定かじゃないんだよな。ほんと覚えてないんだよね。おい！よし、待って！やばい！これまずい！ちょっと待って、これまずい、これまずい！ちょっと待って、どう？おい！おいおいおい、これはひどい！これはひどい！おい！いやー、やったわな。いや、でもね、こういうのがあるのがね、やっぱりこの風鈴の試練というか、うかつでしたね。完全私とこれうかつでした。いやー、やらかしたわ。いやー、ありがとうございました。いや、今やっぱね、教訓になるわ。やっぱ歩いちゃいかんよ、こういう時にね。ありがとうございました。いやー、復活というかあの後やり直してるんですけど、なんか倉庫から出たイベント来ましたね。インパシは来ましたね。あー、確かにこいつは祭りが好きそうな、フォルムをしてるような、見た目をしてる。おー、来た来た。どうも。お、よし、インパシ仲間になったぞ。よし、これで、そう、ドラスの視点に多分やりやすくなるはずだな。ドラスの視点が。なかなか厳しいからさ、あそこ。ここに多分ね、行けるようになるはず。もっと。この間マジきつかったからさ、あれよりは多分戦えるようになるはずなんだよね。ということで、一応このエレキ箱を持ってきちゃったんだけど、いや、いいか。あー、ブフーも持ち込み禁止か。あー、なるほど、じゃあ、本当はね、武風の試練にもう一回行きたかったんですけど、面白いんで。でも今、ジンパチが仲間になっちゃったんで、このまま行くとね、武風の試練行った時も多分、ジンパチ来ちゃうからさ、ジンパチ来てほしくないですよ、こっちは。仲間を鍛えたいから、仲間ってエレキ箱をね。で、経験値に泥棒されちゃうからさ。なんで一回ドラス行きますね。ドラスを今度こそ、クリアしましょう。行きましょう。よし、ジンパチ行くぞ。頼むぞ。この間マジきつかったからさ、ここ。ほんときつかったから。よし、振っていこう。あ、トンネルだね。オッケーオッケー。トンネル、トンネル。あー、トンネルもないのか、補えないのか。トンでいいや、トン。あ、身代わりか。神だな。身代わり神だ。よしよし。確か味方がこう、敵倒すと、自分の経験値入った気がするから、なる、あ、そうそうそう。あれ？
あ、そうだよね。そうそう。入って入ってる。入ってるから、やっぱなるべく味方に敵倒させた方がいいですね。で、ジンパチはね、あれなんですよ。能力的に、どういう能力かって、どういう能力かっていうと、この一直線に敵がいるときに、すっ飛んでって、なんかこう、先制攻撃出せるんですよね。まあそういう能力で、射程がね、10マスとかだったかな。ちゃんと覚えてないんだけどさ、射程はあったかどうか、そもそも無限だったような気がしなくもないんだけど、ちょっと、ちゃんと覚えてないですね。で、もう一個能力が、こいつね、あれなんですよ。持ってる剣が、なんだっけ、あれ。妖刀かまいたちっていう、めっちゃ飛んでった。妖刀かまいたちっていう武器みたいな感じで、デフォルトでこいつね、3方向に攻撃できるんですよね。一度の攻撃で。だからそれが結構強いですね。前と、左斜め前と右斜め前って言い方で合ってるのかな。って感じでね、結構強いですよ、こいつは。で、この低層だったらめっちゃ強いんですけど、めちゃくちゃ頼りになるんですけど、ただ、やっぱりね、深くなってくると、さっきの飛びかかっていく攻撃あるじゃないですか。あれがあるがゆえに、一人で敵陣に突っ込んでっちゃって、フルボッコにされる可能性があるんで。なんでね、ちゃんと面倒見てあげないとダメですね。最終的には。この辺はもうね、無双できると思うんですよ。なんですけど、棟梁はね、そういう感じでちょっとつもしなんで、やっぱり。これをね、敵がムラムラしてるところにね、突っ飛んでっちゃうからさ、やばいのよ、マジで。よく見え神だな。よく見えてでもさ、この階層だったらまだそんな嫌な罠ないはずだからそんなに。おお、なんだこれ。おにぎりハウスじゃん。敵がいないな、そして。敵がいねえぞ、ちょっと杖振りたいな。あー、こいつダメだ。これ杖効かないから。オッケー、ナイス。いやー、仲間がいるとマジ楽だわ、これ。多分、この後の展開的にもっと多分楽な感じが、増してくると思うんですよね。楽に感じるシーンが、より、この間よりも、この間というか今のシーンよりも顕著になってくるんじゃないかなと思います、ね。敵がいねえな、マジで。識別したいんだけどな、杖を。杖を識別したいのにさ、敵がいないんだ。いないな、まあ、行くか。行くか、じゃあ。ああ、困った巻物だ。危ねえ。そう。このね、困った巻物ってやつもあるんですよね。困った時じゃなくて。困った時のパチモン的な感じで、困った巻物ってやつも存在していて。オッケーオッケー。これ、鈍足ですね。オッケー、鈍足。おいいね。あ、ベルベロまずい。ベルベロまずい。ベロベロまずいから、食らってあげるしかない。俺が食らってあげないと。ベロベロ確か味方食らうと、やっぱこの治んなかったんだな、確かな。そうそう。だから、味方はマジでこれベロベロ絶対食らっちゃダメ。この冒険が終わるまで一生続くんですよ、このベロベロ効果が。いや、ほんとやばい。封印封印。破皮膚。ずっとね、防御デバフを食らったままになっちゃうんですよね。マジまずいんで。じゃ、封印がないし。封印がさ、まださ、登録されてないわ。いっぱいあるな、杖がしかし。まあ、当然だけど。まあ、ジンパチがいるおかげでだいぶ節約できてると思うんだけど、ただこの回数やっぱ塩イアンがいるから、さっさと下行った方がいいな、これ。さっさと降りた方がいい気がする。いやー、来たよ、言ってるそばから。爆弾か、使えねえな。使えねえつこ、自分がね、使いこなせないだけかもしれないんだけど、爆弾して使い方よくわからん。まあ、体力が、半分だったかなに落ちると、その場からね、動かなくなる。あ、怖い怖い。まあまあいいや。自分が食らう分にはまだいい。ということにしておきましょう。あ、回復だな、これ多分。今の SE は回復の回復、SE ですね。回復、いいや。オッケーオッケー。杖の識別が少しずつできてきましたね。おい、外すなよ。オッケーオッケー。なんか祝福されてる杖があるな。ナイス。まあ、巻物だけ読んでいくか、じゃあ。飛ばず、まあ、どうでもいいな。どうでもよくないか。飛ばずを坊やとかに使えば、弓矢をね、稼ぎ放題できるからさ。場所替えだね、これ。割と重要ですね。あれ？じゃあ、いいのか。場所替え、場所替え。
わしがやで、あ、引き寄せだ、これこれ引き寄せだな、今のバーってきたんで引き寄せでしょうね、確定引き寄せでしょう。ああー間違えた、はい、でよし、 OK、 ナイス。ん、これはわからない、痛みかな、うん、違うな、不幸かな、これ不幸の可能性が高い気がする。確かこのシリーズではただの杖ってなかった気がするから、あー危ない危ない今、あーちょっと浮かさったこれ、これ塩嫌になったらやばかった。確かこのシリーズだとただの杖ってやつはなかったはず、ただの杖ってやつは確か鳥猫だった気がするんだよな。ただの杖はね、あの振るとね何も効果がないんですね、魔法弾は飛んでくけど、確か飛んでったか気がするんだけど、飛んでかなかったかな、ワンちゃん。とりあえず何も効果ないんですよ、ただの杖って。その名前の通りなんですけど。でこういう時に、これ突っ込んでっちゃうから、やばいのよ。フォローできないから。オッケーオッケー。モミジの杖。これをちょっと識別したいですね。ん？階段どこ？あ、あるじゃん、もう。バカか。階段すぐ出てるじゃん。あ、罠、あ、いいね。罠じゃない、そうそう。アイテムがありましたと。オッケー。まあ、巨大食っときましょう。あ、これ痛み焼きかな。やめろよ、だから。多分痛み焼きだと思うんだよね。消去法的に。よし、か。あ、ここは前ちょっと話したっていうか見たんで、まあ、飛ばしましょうか。はい、ということでね、店でちょっとアイテムを整理してきました。はい、行きましょう。やっぱ保存のツボがないとね、やってらんないからさ。保存のツボはやっぱ大事ですよ。これ杖とかやっぱかさばるからさ、基本的に。あ、やだな、やだやつ来た。あ、まじまじまじ。よしよしよし、オッケーオッケー。まあ、こいつはほんとね、自分でガチ痛くない。まあ、このダンジョンはやっぱね、剣と盾が今のところないからさ。困ったって。あ、まずい、それまずい、それまずい。それまずいよ。あいつに殴られたら多分大変なことになる。早く解けねえか。よしよし。うん、また杖か。あー、それまずい。オッケーオッケー。これちょっと近づくとまずいな。混乱してるから。こっち殴られたらかなりダメージ食らいそうだからさ、ちょっと怖いわ、これ。ハヌストだろ、オッケーオッケー、トドトド、よし、トドガイしろ、トドガイしろ、トドガイしても、このトドは分裂しないから、一匹しか出ないんですけども。やるんだったら幸せの杖とかを振らないとダメですね。わ、獣道だ。あ、でも獣道でワンチャントドを狙うってのはありだな。まあ、ここはやっぱね、前方3方向に攻撃できるから、こういう感じで。そうそうそう。あ、なんで弱えなと思ったら、こいつか。そうそうそう。これがね、強いんですよ。ジンパチは。あ、間違えた。まあいいや。これが強い。そう。だモンハウとかに突っ込んでっちゃうのはすごいやばいんですけど、まあ、その、おー、いいね、いいね。なんつうの？火柱、火柱。だから一度に複数の敵を相手にするのは結構向いてるんですよね。また爆弾かよ。爆弾とはちょっと原人向きな気がするんだな。あ、よしよしよし、いいね。いいやつ来たぜ。あ、か、一篠だ、一篠、一篠。一篠は神。あ、やばい、パクられる。あー、パクられた。あー、もう。許さん、あいつ。ちょ、トド狩りするか、これ。トド狩りっていうか、トドを獣道があるから。あ、なにこれ。は？あ、空振りだ。よかったよかった。見といてよかった。空振り、空振り、オッケー。もう結構、杖が、潤ってきたというか、結構多種多様な杖が落ちてくれてますね。うん。あ。来たな。よし。こいつはこれで、ジンパジー倒してもらう。オッケー、ナイス。桜の杖。獣道振るか。ちょっと怖い感じもしないでもないけど。まあ、獣道を振っていい場面だと思うぞ、ここは。オッケー、強い強い、ジンパチ強い。ジンパチが強い。まあ、厄介な敵は、あ、間違えた。逃げるな。うわー、危ない、入れ替えだ、これ。危ないです、入れ替え、入れ替え、これ、入れ替えです。
入れ替えはマジで、使い方次第では危ないんで、体力状況で入れ替えるんですよ、振ったやつの。あー、トンネルとかで倒したってよかったな。あれ、めんどくせえかな、倒すか。トンネルで、あ、マジで。ジンパチアタックできるかな、できないか。まあ、これ多分倒せるでしょ。トンネルで、あ、マジで。オッケーオッケー。火柱を返せ。で、ちょっと獣道使うか。ね。体力ちょっと怖いんで、回復してからね。つえへへ。獣道を使いましょう。で、トドが出てくれたらラッキー。かな。オッケー。あ、間違えた。え？あ、え、あー、おー、おー、まあまあいいでしょう。お、やった。ゲイズドロップ。まあ、金別に住まえても別にいいや。あ、この弓矢がね、落ちちゃってるのね、ダメなのよ、これ。トドがこいつ拾っちゃうからさ、もしトドが出てきた時にね。これは回収した方がいいですよね。床に置いてある、置いてあるアイテムは、なるべく回収しとかないと、そう、まずい。あ、なんだ、ガマラか、あれ。いいや。よし、獣道振ろう。あれ？あったと。あ、もう終わっちゃった。まあ、ただここで投げれば、よしよし、ここで増えるでしょ？おーっと、来た来た来た、よしよし。トド美味しいです。トド美味しいです。いいね、ジンパチがいい感じに働いてますね。まあ、この辺はやっぱね、まだジンパチの守備力が高いんで、敵からのダメージ全然食らわないからさ、マジ無双状態。ほぼ無双。まあ、ただ一部その塩イヤンとかはやばいやついるけどね。そう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 。この辺はマジで強い。もういないかな。もうガマラいないかな。ガマラじゃねえや。ガマラは割とどうでもいいんだ。ムスッとどういないかな。あ、パクってやつだこいつ。まあ、別にいいや。金を別に、盗まれても別にそんなにね。店が出てくんないと意味ないからさ、金って基本的に。まあ、行くか。あ、トドだ。ちょっとこれ倒しちゃうとギターをパクれちゃうから、ミストドに。倒さない方がいいですね。おお、なんだなんだ、びっくりした。よしよし、ツボ。お、合成か。あ、まあ、このダンジョンで合成はまあ、まあ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 、別に困るもんじゃないんだけど、全然。そこまでなんか、めちゃくちゃいいかって言われると、そうではないかなって感じかな。まあ、もちろんいいんだけどね。アイテムの数をかさばりを取れるっていうのと、使用回数を示すできるっていうのはでかいですけどね。よし、行くか。まあ、基本的にこの武器と盾が、やっぱ店しか出ないからさ、やっぱしっかりとこのレベルを上げていきたいよね。ジンパシもそうだし、自分もそうだし。これ合成しちゃおうかな、もう。腹がまあ若干減ってるから、おにぎりでも食うか。どうしよう。あ、そっか。トンネルとかも多分これ使用回数がないと思うから。あ、爆弾とかいらねえな。爆弾いらねえわ。でも、トドがまあ多分出てくると思うから、このダンジョンは。まだちょっとね、アイテムを床に置くのはちょっと早いかな。OK。幸せの杖が出てくれればな。まじ神なんだけどな。トド狩りフィーバーといけるんだけど。あ、これは転ばぬ先ですね。あ、聞く稽古。はい。あ、間違えた。オッケー。あ、違う。はい。あ、トドいいんじゃん。トド、トド。幸せの杖出てくんねえかな。ブナの杖。あ、これ、幸せの杖フラグ来たぞ、これ。本当かよ、楽しい。これいらないな。捨てちゃおう。オッケーオッケー。画面外に消せば、まあ、その武器っていうか、もうアイテム出てこないんで、どっかに消えて、消え去るんで。普通に床に置いちゃうとね、やっぱりトドに盗まれちゃう可能性があるんで。なるべくそういうプレイはしない方がいいですね。大きなおにぎりか。まあ、しょうがねえな、これは。おにぎり、おにぎりじゃない、おにぎりを、
入れて、あ、その弓矢これ外に出しちゃうか。あ、マジで。ちょっとこれさ、弓矢ちゃんとこれ外に、画面外に撃っとかないとダメですね。ゲイズを倒していく。あー、おにぎり。焼きおにぎり作れるけどな。いやいや。振るか。あ、金縛りか。オッケーオッケー。金縛りは神ですね。幸せの杖欲しいな。幸せの杖出てくれたマジ神だな。うわ。おい、なんなんだこいつはよ。やっぱ言うてね、敵格のダメージがでかいからさ。安心はできないね。安心は油断か。油断はできない。油断したらマジやばいから。ぽっくりいっちゃうからね、油断したらね。さっきのあの、睡眠ガスみたいにさ。よし、今日はこのところにしとこうかな。